おはこんばんちはー。はずさと、たかの、つむつむチャンネルへ、ようこそ。はい、プレイヤーたかです。今回ですね、散々、動画を上げている、ジェダイルーク6回切りを、また、プレイしていきたいと思います。今回はね、コイン稼ぎということで、4回連続プレイで、いくら稼げるのか、検証しました。また、動画最後に、1プレイあたりの、コイン獲得枚数、平均と、あと、4回プレイで、どれだけコインを稼げたか、っていうのも、計算していきますんで、まあ、最後まで動画ご視聴お願いします。また、なぜ4回連続プレイなのかというと、本当は、5回連続プレイしようと思ったんですよ。しかし、タカが、プレイ回数を計算ミスしてしまっただけなんで、全く気にせずご視聴ください。
はい、1回目プレイ終了しました。獲得即印が、9263枚、コインボーナス後は12041枚で、差し引いて9741枚ゲットしました。では第2プレイ目いきましょう。あというの忘れてましたが、2プレイ目からはダラダラ見せても仕方ないんで倍速でお送りします。2プレイ目は、即印が1万オーバー出ましたね。これは倍率に期待ですね。倍率はさほど来ませんでしたね。まあ、こんなことがあるのは、つむつむあるあるですけど。でもまあ、ワンプレイで1万2000ぐらい稼いだら、1万3000稼いだかな。でも、十分だと思います。はい。では、気を取り直して、3プレイ目かな。3プレイ目、行ってみましょうか。はい、3プレイ目終了しました。獲得した即印が9782枚、コインボーナス後が、1760コインで、利益が8460コイン。まあまあまあですね。では最終4回目いきましょう。
はい、これでプレイが全部終了しました。で、最終4回目は、獲得したソコインが9427コインに対し、ボーナス後は18554コインで、利益が16254コインと、コイン倍率が2倍いきましたね。てなわけで最終結果発表です。結果の方はね、画面でゆっくり流しますので画面を参照してください。まあジェダイルークはね、もうさっきプレイしたようにもう最強です。そしてさらに、6回ギリすることによって、コイン獲得枚数がまあここまで違うというね、もう化け物です。こんな僕のプレイでも、平均獲得ソコインが1万オーバーで、1プレイあたりの平均獲得コインがもう1万1000オーバーですよ。てなわけで6回切りの凄さが分かったでしょうか。では皆さんも6回切りでコイン稼ぎぜひ実践してください。ご視聴ありがとうございました。ディズニーツムツムプレイ動画集は現在リクエスト動画募集中です。このツムでプレイしてほしい、この企画やってほしいなど何かありましたら Twitter、YouTube チャンネル運営していますので、よろしければ Twitter でコメント、 YouTube 動画内のコメント欄に記載してください。 Twitter、YouTube チャンネルのリンクはディズニーツムツムプレイ動画集チャンネルの説明欄にリンクを貼っていますので、 Twitter へはそちらからどうぞ。プレイヤー、タカは、まだまだ下手なので、度合いによりますが、プレイヤー、タカ、と、私、トークロイド、ハズサが、厳選し選ばせていただきますので、応募をお待ちしています。最後まで、動画をご視聴してくださり、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、よろしく、お願いいたします。